福島青年市範学校は1944年に設立された青年市範学校である。福島青年市範学校後の被福島市理町長66番地の高地を廃止まで使用した。1947年、女子部の開設で生徒数が増加したため、市内も理工の県立女子選0校舎を借用したが、 1948年3月に元の入江町に復帰した。1949年、後進の福島大学学芸学部発足時には学芸学部文教場が設置されたが、1954年には学芸学部本校に統合され、入江町高知には木更技量が設置された。現在、入江町高知跡には福島省学堂古籍有事記念館が設置されている。 大学概要20062ページ、遠隔略より同窓割れ峰会は、福島青年市販学校跡の石踏みを、福島市を学童地内に設置している。参照、h t t p g o h o u d o u s o u f u k u s h i m a u a c j p ス i s t ュイン i n d e x ット h t m l ト。 福島青年市販学校跡ひり面の記述より、ありがとうございます。